はいどうも、ヒデさんのジョーです、2020年8月5日ですね、発売しました廃校機コードレスタッカー N3604DJ と 3610DJ ということで2機種ようやくですね、廃校機さんで J 線の打てるタッカーっていうのが2機種導入されました。で、まあ、先日ですね、カタログこんなの見せて、お客様、なんかこんなの打ってほしいってのあったら教えてくださいとかっての動画上げてちょっと第2弾として、まあ、今まさにそれなんですけれども、まあ、僕たちどうしても現場のことが分かんない、そんなのまで打つんですかとかっていうのがあって、で、まあ、ちょっと声を集めたんですけれども、まだですね、まあ、ちょっと数日しか経ってなくて情報も少なめなんですけれども、まあ、ある程度その硬い部材までの声が上がったんで、まあ、ちょっとスタートしようかなと、まあ、全国で台数まだ少ないんですよね。少ないんで、まあ、ちょっと僕のその打つのが遅いせいでですね、売り切れちゃったじゃねえかとかっていう声もあっちゃいけませんので、まあ、さっさと教えろという方のためにですね、やろうかなと、まあ、そして、全国の廃校機営業マンさんのためにですね、僕がですね、ちょっと社長の方に、経費くださいということで、ステップル、出していいぞと言われましたんで、まあ、あれ打てます、これ打てます、これちょっときついですね、まあ、いろいろやろうかなというところですね。で、まあ、なんなら、マキタ、マックス、うわ、打てねえ、いや、廃校機、余裕です。まあ、そんなところまでですね、見せられればいいかなと思います。まあ、やろうじゃないかというところですね。まあ、やっぱりですね、その廃校機さんメーカーさんっていうのは、まあ、自分ちの看板しょってる都合上、まあ、この日本でですね、他社批判っていうのはあんまりしないんですよね。なんか社外費みたいなやつでは結構バンバンやってるんですけど、まあ、ないわけですよ。こうやってオープンにして、他社はダメだけどうちはいけますとかやんない、はい、じゃあ僕がですね、まあ、悪者になって、こっちダメだけど、いけましたねとかっていう感じでやったら面白いんじゃないかなと思って、今回はやってみたいと思います。はい、そして全国の営業マンさんですね、まあ、うまいこと僕の動画を使ってですね、まあ、いろんな、展示会で使っていただいてもいいのかなと思いますよ。遊んでください。はい、そして、職人の皆様、まあ、ヒデさん今日もぶっ飛んでるねみたいな感じで、楽しんでいただければですね、まあ、その現場さんの休憩中なんかで、ヒデさんを少しでもですね、話題に出していただければいいのかなと思います。大変嬉しいと思います。そんなわけでですね、行きましょう。36V 機のコードレスタッカーですね。ちょっと今一度 N3604DJ、 あとは N3610DJ ってことで、4J のステープル、あとは、10J のステープルですねが打てる、ようやくですね、今までなかったんですよね、J 線が打てるタッカーが出たということですね。かっこいいんで売り文句いきましょう。流れるような軽快さ、業界ナンバーワンの、快速&ハイパワーってことですね。36V のハイパワーさを、前面に打ち出した歌い文句でございます。まずね、今日の動画っていうのは、他社さんですね、ちょっとディス多めの方がちょっと面白いんじゃないかなと思いますので、まあ、廃校機さん、他社さんが18に対しての、まあ、36っていうところがありますから、あ、まあ、差が出て当然ですよね。その辺の差を特に強めに喋ろうかなと思います。まあ、マックスさん、マキタさん、まあ、どうかですね、嫌いにならないでください。よろしくお願いします。では行きましょう。36V なので超強いですと言いつつですね、まだ僕はですね、実はこれごめんなさいね、喋ってるくせにまだ打ってないんですよ。なので、この後実験で打ちますんで、うわ強っていうのをちょっと見せられればいいなと思います。でですね、重いんですよね。頑張れよって話なんですけど、マキタさん、マックスさんっていうのは、バッテリー込みで 2.4 キロなんですけど、これなんとですね 2.8 キロ、400g、 この機械の 400g って非常にデメリットなんですよね。重たいですね。だからやっぱ天井のボード貼るっていう作業は非常に多いかと思うんですけれども、なぜここが削れなかったかっていう感じですね。これでなんとか 2.4 で収めてくれたらもうすっげえ売りやすいんですけどね、まあ、とにかく重い言われるでしょうね、
重たいからいいよとかっていう、まあ、2.8 キロ、はい、あんまね、これも廃校期の紹介だからいいですね、おとなしくしましょう、はい、まあ、その重いと感じるかどうかっていうのは人それぞれでございますので、まあまだまだちょっと全国品薄ですけれども、触れる機会があったらですね、ぜひとも、おいや全然軽いじゃないですかとかっていう感じで見てください。はい、次、1充電、1充電ですね、この電池満タンにして打てる本数っていうのが約4000本です。まあ、マキタさんっていうのは、一応カタログスペックで4800本って書いてありますんで、まあ、あっちは 18V の 6.0A、 こっちは 36V の 2.5A ですよね。なので 2.5A で4000本だから、まあ、大健闘かなと思います。なんかうまいことやってるんでしょうね。はい、で、まあ、4G のステープルっていうのは、まあ、1箱多分5000本入ってるっていうのが標準かと思いますんで、まあ、5000本入ってる、まあ、1箱の、まあ、5分の4か、まあ、そこそこ打てるんでいいんじゃないかなと。あとはですね、この 36V の 2.5A の電池っていうのは、充電器ちゃんと挿してもらえればですね、25分で満タン充電になりますから、まあ、25分で4000本打てないですよね。はいはい、うまく入れ替えてやっていただければいいのかなと思います。はい、で次、打ち込み本数が1秒間に4本以上打てるらしい。1って言ってる間にタタタタって4本早くねえすかみたいな。はい、で、まあ、僕の腕でどこまでその速射性ができるかっていうのが分かんないんですけれども、まあ、なるべく頑張ってですね、タタタタタっていうのをスピード感を見せようかと思いますんで、っていう感じで見ていただければ、まあ、その辺後でやってみましょう。はい、次、熱に強いブラシレスモーター。まあですね、他社さんもブラシレスなんでしょうけど、特に他社さんよりも熱に強いということが謳い文句になってます。まあ、ここではですね、まあ、どっちのメーカーだとは言わないんですけれども、まあ、熱を持ってしまってすぐに安全装置が働いて止まってるっていう事例が出てますんで、ここは非常に強いっすよ、止まらずにすごく打てますっていうところが売りの一つになってます。はい、次、ノーズキャップですね、すっげえちっちゃいってことで、ですね、これ一回置いておきましょう。ちょっとそれこっち、そっち行きましょう。そっち行きますね。はい、そのノーズキャップですね、まあ、一応 A と B って形でこう2種類あって、どっちが多いのかな。こっちの方がなんかこう平い面で押せるんで、多いんですかね。まあ一応両方あってでですね、これが多分ですね、謳い文句としては弱いんですかね。ちょっと今安全装置ちゃんと働いてるんでご安心ください。光ってますけど、安全、今打てなくしてありますから。はい、というわけで、今先端のキャップ、まあ、つけない方も多いんですけれども、これはですね、非常につけてもいい。つけない理由っていうのはやっぱりその広くなるからつけたくないって人がいるんですけれども、これ非常にいいんでつけてください、ぜひとも。で、このつけた状態でここのですね、高さっていうんですか、ここの厚み高さが8ミリなんですって。ね、マキタさん13ミリ、マックスさん12ミリってことで、まあ、そんな細い溝にこの 4J のステープルを打つ場面があるかっていうのはちょっと私わからないんですけれども、そういうですね、狭い隙間に、もう入るこの8ミリっていう高さのところが非常に謳い文句になってます。で、さらにですね、深さ調整なんですけど、はい、ちょっと今用意しました、持ってきました。深さ調整っていうのは、マキタもマックスさん、マックスも、ですね、ここなんですよ、ここ、マガジンのここについてて、ここがですね、こう高くなるんですね。こっち関係ないんですよ。おいって、こっちもですね、マックスも、ここを回すことによって、この3段階ででででって動いて、で、バン、バンバンバンって動いて、こっち関係ないと。言うんだけど、まあまあどうだ、まいったか状態ですよね。廃校期さんはついてないじゃないですか。で、どこについてんだっていうと、ここの、ここについてるんですね。これで、これを回すことによって、これが動くんだけど、ってことは他社さんっていうのはこのマガジンのここで調整するんだけど、廃校期さんっていうのは、ここのダイヤルで動かすから、コンタクトのノーズキャップって言い方がいいですね。ノーズキャップをつけたまんま深さ調整ができるんです。どうだ、参ったかというところを、強く謳い文句にしてますね。なので、いいですね。
で、その深さ調整の話になるんですけれども、こちらのメーカーさんはどちらも、深さ調整がですね、この幅っていうんですか、3ミリできるってことなんです。3ミリで、ハイコーキさんに関しては、ここの動かせる量が 4.2 ミリってあるんで、そこもですね、幅広く対応しますよという感じですね。まあ、こういうですね、他社さんとの違いっていうのはどうしてもメーカーさん言いづらいですね。なのでなかなか公式の動画じゃわからないところがあるんで、代弁で私がということですね。はい。あとは、さっき言ったか、じゃあこの A っていうのと B っていうのとこのノーズキャップですね、使い分けてやればいいのかなと思います。じゃあ長いですね、行きましょう。実践ですね、なんか鉄板に打ってほしいとか、パーチがどうですかとかお声ありましたんで、ちょっとその辺ですね、やっていきたいと思います。毎度お客様、こちらでよろしいでしょうか。全車特化、そして、軽点モーク、ソーラートン、セコード、各種ご用意いたしました。やりましょう、やりましょう。この機械明日返さないといけないんでね、ちゃちゃっと取っていきますんでお願いいたします。はいよ。じゃあ木材の速射性ってとこですね。はい、僕は好きなんですよ。マックス様行きましょうか。ざっとね、なしでいいですか、先端なしでいいですかね。はいね、これ今25の弾打ってますで、連続打ちはできないんだね。押しながらのこれはできないから、1回1回引くようですね。って感じかな。ちょっと入ってる入ってないっていうのはちょっと僕の腕前のせいです。しっかり打てます。速さっていうのはまあそんな僕遅くないと思うんですけどね。まあ今なんか今親指でこうやって押さえてたんですけど、やっぱこう腕がない人はこうやって押さえるようなんですかね。はい、一応スピード感こんな感じ伝わったっすかね。はい、じゃあ次、みんな大好き牧田さん、ここはね、これはトリガーを引きながら押し当てるだけで撃つモードがついてるんで、それが速射性としてはいいですよね。だからいきますよ。下手くそだな。ちょっともう一回いきましょう。ここどうすればいいんだ、ここ深くしてこれでいけんのか。固定しろ。下手くそだなすいませんね。なんかそれっぽくなってきました。はい、とにかく下手くそで申し訳ない。牧田さんっていうのはトリガーを引きっぱなしでバンって押し当てることで撃つことができるんで、今みたいなタタ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 タンってこう押して撃つことができるってことですね。これダメかな、ちょっと待って、もう一回綺麗な目でいきましょうか。これで、いきますよ。あ、いいじゃないですか。はい、はい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 。なんかすいません、それっぽくいきました？はい、次。はい、じゃあハイコーキさんいきましょうか。ちょっと弾が残っててごめんなさいね。おお、なんかどこって感じが。すごい気持ちいい。あ、これ絶対ここが一番強いですね。じゃあ速射性ですね、いってみましょうか。なんかん？サインが入んない？ダメですね。 OK、 このペースでいけばいい。で、ですね、もっと速くすると多分この先端のコンタクトアームっていうんですか、こいつが戻る前に僕が押しちゃうんでしょうね。だからその辺の感覚っていうのは多分慣れが必要。ちょっとですね、とにかく速くいきますよ。これを引きながら、ほら速いとダメなんですよ。ダメですよね。
この辺の癖っていうのはちょっと皆さん、自分で、見極めてもらう感じになると思います。はい、私ですね、今なかなか納得いかないんでですね、ずっと今ちょっと打ってて、なんか3連ぐらいずっと打ってたんですけど、なんかなぁ、これも打ったやつですね。ちょっとですね、前にちょっと今ハイコーキさんと今連絡取りながら、まあ、これも今なんで動画に上げてんのとかってあるかもしれないですけど、ちょっと僕の声で改良っていうのかな、まあ、ちょっと見てください。今一応弾満タンの425でマキタっすよね。いきますよ。まあまあね、気持ちよく打てるじゃないですか。でちょっと早くしましょうか。でと、やっぱりですね、今これこうやって頭が浮いてるんですよ。で、じゃあこうすればいいのかな。あですね。で、まあ両手で力入れて打って、こんな感じ、この辺かな。まあちょっと若干浮いたりしてるっていう感じがあり、でも今牧田さんの速射性っていうのは皆さんにお伝えできたのかなと思います。で、今のこのハイコーキさんですよね。僕はですね、結構その、ハイコーキさんよりな接客をすることが多かったり、多くなかったり、こんな動画で言ってもしょうがないですね。なので、できればですね、そのハイコーキさんがよく聞こえるように、今新製品なんで、言うべきなんだけど、僕の動画のモットーはですね、正直になんで、ちょっと今喋りつつなんですけど、いきますよ。これが、これ超気持ちいいんですよ。これはもう間違いない。これは、嘘なし。で、この力は、絶対他者は、追従しない。間違いなくここが強い。で、速射性の方ですよね。だから、今のペースで打って、僕のひょろい力でもこうやって全部入ってますよね。で、じゃあもっと調子に乗りましょうか。もっと調子に乗って、じゃあこうやって引いたまま、わかります？この速度の加減。いいですよね。で、調子に乗ると。って感じかな。僕は正直に言いますんで、一応こんな感じです。このタイミングっていうのは多分、やってれば慣れると思うんですけど、ここまで早く打つ人いないっしょっていう言い分もあると思うんですよ。ただ、ちょっと打つんだって人のために今のちょっと変なスピードで打ってみました。牧田さんっていうのは、ダダダダダダダって打てるんだけど、結構気使っていかないと、やっぱそのパワー感が 18V なんで、こうやって浮くんですよね。で、ハイコーキさんっていうのは、とにかくパワーがあるんで、どんなに早く打とうが全部気持ちよく入る。ただ、早すぎた時に反応しない場面がありました。正直にお伝えします。以上。別日の撮影ですね。ちょっと挟ませていただきます。ハイコーキさんとですね、あれから、お話をさせていただき、いやこのやっぱ速射性を歌ってるのにおかしくないですかねっていうのをちょっとやり取りさせてもらった上での話なので、ちょっと見てください。要は打てなくしてるのはわざとですっていうことなんですよ。だから、ちょっとそこをですね、僕の方で今再現できればなと思いまして、やらせていただきます。これが、他社さんですよね。いきますよ。これは速射性を売りにしてるんで、まあごめんなさい。今頭が浮いたとかっていうのは置いといて、ちょっといきますよ。これを、滑らせ打ちとかをしたい場面が出てきて、そうですね。再現が難しいんだな。あ、なんか言ったかもしれない。これでいいのかな。
ですね、コンタクトアームが、まあ、戻ったか戻ってないかっていう、この電池抜くか、このカチッって言って戻る前にもう一発押すと、もちろん、すんげースピードが速いじゃないですか。だからタタンって打てるタイミングがあって、そうすることによってこうやってぐちゅぐちゅってなるんですよ。で、かつ2本出たりするんですって。で、それがやっぱ現場さんでその速さを売りにしてはいるんだけど、これがタイムロスになるじゃないですか。だから廃坑器さんっていうのはわざと打てない、要は速すぎると打てないようにしてるんですって。で、1秒間に 4.5 発打てるんですけれども、この2発打ちをさせないための機構だということなんで、ぜひともですね、そこはまあ皆様に強くお伝えしたいと、他社さんは、こういうことになる場面があるんだけども、廃坑器としてはですね、こういうミスを少しでも減らすためにあのちょっとしたタイムラグを作ってるということですね、よろしくお願いします。はい、だんだん外が暗くなってまいりました。まあですね、あとはなんか廃坑器さん前からあるらしいんですけどね、やっぱこの売りだった深さ調整、これがですね、まあ、今僕も大して深く回したつもりはなかったんですけど、早くもですね、ここがちょっと固まってしまったですよ。なんかペンチかなんかでこううまく掴んだりとか、カッターナイフでキュッてやれば、なんかこれギュッて、なんか深くしすぎたり浅くしすぎたりするとなんか引っかかる場面があるみたいですね。ちょっとまさかに今そこが私ハマってしまって、まあ、こんな上げるべきじゃないんですけれども、僕としてはですね、今ちょっとお客様も確かにねとかって言ってもらって、なんか改善求むですよね。開発さんの方ぜひここをですね、なんか今この500円玉の周りみたいな、こういったギザギザになってて、こう手がこう滑っちゃうんですけどね、これをなんかこうもっと回しやすいように、はい、していただけないでしょうかとかっていうのを、ね、お客様目線でいいんですか。はい、お願いします。はい、じゃあソーラートンですね。はソーラートンはすごいなんか柔らかいんで、この面の広いノーズトップ使いましょう。これで使って、まあ、打ってみて、でちょっと本当は軽点材使えばよかったんですけど、木材ですいませんね、後の残らない感じを伝えたかったんで、ちょっと軽点材ないんで今すいません。これでいきます。ちょっと深いけど、あとは全然残ってないですよね。はい、じゃあ今一度ちょっとですね、今深さ調整をしましたんで、これでちょっといきましょうか。はい、素人ながらになかなかじゃないでしょうか。はい、どこだ、この辺か、この辺ですね。はい、打てている、あとの残り方なんかも伝わってるでしょうか。全然大丈夫ですね。綺麗ですね。はい、で一応いろんな声があると思うんで、まさかないと思うんだけど、ノーズキャップなし、なし打ちしないっすよね。一応すげー気使って打つ。うん、ダメね。はい、ダメ。ですね、伝わるかな、なんかちょっとへっこんでるの分かりますかね。はい、まあ当然ながら、これは無理でしょう。はい、というわけで、必ずですね、この面の広いノーズトップですね、これ使いましょう。はい、はい、じゃあ続きましてですね、これ、はい、軽点チョク。チョクは、他社さんでもやってたかな、ちょっと厳しいよねっていう声があったんで、まあ、入らないと思うんですけれども、まあ一応僕の方でもやりましょうか。はい、マックスさん行きまーす。これクシュクシュクシュってなると思うんですけどね、ダメなんですね、入んないですよ。はい、ダメダメ。はい、はい、マックスさん、入っても傷つもついてない、いくよ。はい、ちょっとさっきも開いたけどロックが弱えな。いきます。ダメ。はい、あんまやるとまた開いちゃった。これなんですかね、マガシン弱いのかな。はい、じゃあ牧田さんも入らない、もう傷もついてない。これ実在だからダメですね、硬いですね。
はい、巻き、廃光器実在無理だね。いきますよ。おお、ん、なんだこれ、もう一回潰れた玉すら出てこない。ああダメですね。ここでクシュクシュってなってるわ。はい、当然ながら、はい、実在ダメ、当たり前ですね。こんなのやることじゃなかったですね。はい、続きましてですね、深く入るかっていうんで、一応まあ横30だったんですけど、さっきから打ちまくっちゃったんで、こう縦にこう打ってみましょうか。ここ打ってみて深く入るかってとこなんですけど、牧田さんいきますよ。これはね、入るですよ。はい、牧田入るでしょ。マックさんちょっと離れるのかな。まあでも全然打てるですね。はい、うん、全然問題ないし、まあ木は大丈夫でしょうね。はい、うわ一番パワーがあるんですね。まあ今ちょっと浅くしてるんで頭の浮き方はありますけど、はいはい、各社、木材に対しては厚さがどんなにやろうが、今425の球ですね、全部フラットでズバッと打つことができました。はい、あたりも暗くなってまいりました。ですね、次これ、ですね、こんな場面ないのは分かってるんですよ。12ミリのボードを、パーチに打つって感じですかね。まあ、パーチが硬いんで、まあ、止められるかなっていう感じをちょっとやっていこうかなと思います。まあ、来たー。あ、打てますね。うん、打ち方上手なら辛い位置にもなる。最初ちょっと深く行き過ぎたかなっていう感じ。マックス。ああ、すごいすごい、余裕ですね。はい、まあ当然ながら余裕でしょう。廃光器。ああ、これはいいや。はい、こんな感じですね。今のこれはですね、僕の深さ調整問題かな。よいしょ、はい、映りましたかね。この辺かな。はい、頭浮いてないですよね。ちょっと浮いてるのは僕の腕のせいです。はい、 OK。 はい、じゃあ次、もうパワー感見るんだったらこれ打つのが早いですよね。こんなん直打たないのは分かってます、分かってますけど、まあ一番パワーがあるねってところを見せたいんで、最後これで締めくくろうかな。ちょっと後で動画追加するかは後ほど。はい、マキタ、パーチ直 425J いきますよ。はいはい、クシュクシュってなりますね。打ち切れない。次、マックス、これもまあ実は前回の動画でやってるんですけどね、打てないんですよ。はい、打てない打てない打てない。はい、じゃあ今初めてやります。はい、行こう。お、入った。お、すごいすごいすごい。あ、いいっすね。なんか差出せましたよ。はい、廃光器さん見てますか。はい、明かり明かり。はい、これマキタ、マックス、廃光器すごい。パーチのこれ20ミリだったかなに425の球直で打てたんで、パワー感の差を出せたんじゃないでしょうか。やった、廃光器パワー1番、おめでとうございます。はい、ちょうど薄暗くなってきましたんで、まあ、ちょっとですね、真っ暗なところでも撮ってもよかったんですが、一応ですね、各社ライトの違いっていうところを、なんかですね、牧田さんが切れるのが早いんだよな。よし、はい、いけましたでしょうか。はい、一番下マックスさんはなんか左側だけしか照らしてないですよね。やっぱ右利きの人を意識しているのか、まあ、左側しか照らしてないんですよ。でちょっとやっぱ暗い、光量がなんか足りない感じで、牧田さんは、なんか面積広いで、何が言いたいかっていうのは、廃光器さんやばくねっていう、すんげえいっぱい照らしてますよね。はい、な感じですね。ほら明るい。はい、こんな違いもありますね。はい、
というわけで、ですね、まあ、今ちょっと動画一通り編集が終わって、最後まとめっていうことでちょっと最後差し込む部分ですね、ちょっと今撮影をさせてもらってるんですけれども、まず初めにちょっと申し訳なかったのが、軽点材、一般の軽点材に対して石膏ボードを貼るっていう一番やらなくちゃいけない部分が取れてないんですよね。ちょっと今軽点材をですね用意する暇がなくてですね、ちょっと今買いに行けなかったもんですから、一回、ちょっと動画も長くなっちゃったんで、一回ここで締めさせてください。ある程度打ったかなというとこですね。ソーラートンに打たせていただいた、仕上がりの綺麗な感じ。あとは、一番見ていただきたかった、36V だからすごいでしょっていうパワーの感じ。あれは、まあ、パーチ材、打つ場面はないんだけど、まあ、パーチ材に打つことによって、他者よりも強いっていう場面が、お見せできたんじゃないかと思います。あとはですね、まあ、僕たちが、思いもよらない場面で使ってらっしゃるお客様がいるんで、まあ、パワー感が伝えられたのは非常に良かったのかなと思います。あとは、まあ、重さですよね。2.4 キロ、2.8 キロっていう、その400グラムのデメリットですね。まあ、でもですね、まあ、それを乗り越えるパワー感、お伝えできたと思います。あとは、速射性の部分ですね、あそこもちょっと動画の尺を長めに撮らせていただきました、あれだけ早く打つと、ダメでもあれはですね、どうも僕の打ち方が下手っぴだったらしいですね、まあ、3日も4日も使えばあの動画のスピード感っていうのが、分かるんじゃないかと思います。タタ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 タ1秒間に 4.5 発ぐらい打てるのかな、最速でらしいんですけれども、やっぱその他社さんでは、2発打ちしてしまうような場面も、廃校機さんの今回のこの紹介の機会であれば、ああいう5射、誤る、打つ、5射っていうのは、ないというところですね。で、一発一発が反動の少ない、でって入るドコッとかっていう音ですね、非常に気持ちよく入ります。まあそういったところをお見せできたんじゃないかと思います。まだやっぱ心配な方いらっしゃるようであればですね、またコメントいただければ、これ打て、あれ打て、言っていただければですね、なるべく頑張りたいと思いますが、ちょっとですね、なかなかホームセンターさんに買いに行く時間もなくて、本当にごめんなさい。はい、じゃあ、どうでしょう、伝わったでしょうか。はい、じゃあ、廃校機さんの N3604DJ、あとはですね、N3610DJ ですね、発売したて、まだまだ、世の中に出回ってない工具ですね、お伝えできたんじゃないかと思います。そんなわけで、ヒデさんの動画、これからもですね、他社比較とかですね、面白い企画やっていきます。チャンネル登録とか、ぜひね、お願いします。はい、以上、ヒデさんの動画でした。お疲れ様でございました。